石鹸ナンバー3番4番、お笑い芸人の東京テイソンのタケルと翔吾です。お願いしま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 す。すげえ。すげえ。すげえ。サスケだ。ちゃんと組んである。サスケだ本当に。TBS に今年なんか機会が多くて、張り紙があってオーディションがあるよっていうのを、それを見て翔吾がもう熱望してたので、ね、もう 2,3 年前からサスケに出たいと思う。なるほどなるほど。 M1 じゃなくてサスケだ。 M1 じゃなくて本当に鍛え出してから一番出たい番組何って言ったらサスケってずっと言ってたんです。本当ですか。本当なんですよ。これはサスケで完全制覇とかそういうものじゃなくて、俺の挑戦はもう運動神経ないやつが鍛えることによってサスケクリアできたら運動音痴の希望の星になるんだと、うんうん、一心に背負って私は今日は来ました。おはようございます。よろしくお願いします。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 すごっ。うわーサスケだ。すごいなこれ。サスケだな。どうですかセット改めて。いやサスケだって感じですね。いや見てたテレビで小学校の時に見てた。確かにね。あのサスケだ完全に。あれが制覇した時した時。そうです。できない。なるほどなるほどなるほど。なるほどね。すごいね。そこに俺も映るわけだ。見ちゃって芸人だと思ってる人いないでしょ。まあもう無理なのは分かってんの。俺らのインタビューの時に、飛行機が俺な、俺も思ったわ。飛行機がもう飛びに飛んでるから爆裂にうるさいね。持ってないね。確かにね。いやでもまあまあ大丈夫でしょう。うちの翔吾がやってくれますよ。はい。ちょっとこれ楽しみだねマジで。そっか。ちょっと感慨深いものがありますね。ああなるほどね。昔から見てたし、見てたし親父と小さい頃見てて、これに出れたらいいなーみたいなことを話してたんですよ。なんちょっとごめんなさい。ちょっとすいません。ああもうごめんなさい。もう、まあまあまあ顔上げて、まあ、顔上げて、顔上げて。いやシャイニングの面構え。なんでシャイニングの顔するんだ。シャイニングのパッケージの顔。お前はそういう場じゃないって。そういう場じゃないって。サスケだ。サスケだから頼むよ。違うんだ。ほいで僕らオーディションから参加してますから、はい、TBS の張り紙見て、そうもうぜひマネージャーに、どんな仕事があってもこのオーディションだけは活かしてくれってことで。あんな手書きのオーディション用紙見たことない。デッドでかい。でかい。でもう行きましょうっつって、でオーディション受けたんですけども、最初のね5段跳びは成功して、うわーちょっとダメだ。M1 より緊張する。ダメだダメだ。まあ、ミスターサスケは俺です。はい、え？コメントのキレも悪い。ダメだ。すべてがダメだ。行くぞ。大丈夫ですか？よーいスタート。もういいよ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 。オッケー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 。全然関係ないところ関係ないところで、まあ、衣装にもちょっとこだわってますしね。あら本当に、はい、本当に下半身審判というサッカーの下半身審判。下半身審判という。いや寒いんじゃないのかなって俺はずっと思って。俺防寒も防寒だから、この下ヒートテックも入ってるからちょっとやりすぎよ本当に、もう審判ぐらいやんないと。本当ラビットを背負うぐらいの気持ちで、今日来ましたんで頑張ります。どうですか気持ち的には。なんで来ちゃったんだろうって
思うぐらい緊張してる。やばいやばい。じゃあすみません、お手洗い行った方がいいよ。ちょっとお手洗い行ってきます。はい、行ってきてください。1番のもう終わった。これからです。ああ終わったぐらい息上がってるからびっくりした。マジで本当にアップできつい。恒例のパフォーマンスはバーベルで100キロ上げる。お見事。マジで息上がってたからもうあれもう終わったのかと思ったらめちゃくちゃアップだった。アップの仕方がわからないんですけど。はい、アップの仕方。サスケのアップの仕方がわからない。確かにね。あの柔軟ですかね。すげえアップしてるじゃないですか。そう、今急いでやってきたよ。サスケのアップの仕方ってなんだ。ありがとうございます。はい。すいません、お世話になります。東京テイソンです。お願いします。いや松田さんだ。来た。おい松田さんじゃない。松田さんですよ。おおすごい。あれ今のめっちゃ良くなった。助け出てた。マルセ。おおすごい。すげえねすげえね。そうそうそう、ね、でいいですね。え、ちょっと待って。これいけるぞ。これサスケみたいだった。サスケだったね。本家だったよね。サスケだったよ、マジで。これマジでいけるぞ、俺。すげえ。すごくないですか。ちょっと掴みましたね、なんか。掴みました、うん、ちょっとこれマジで掴みました、僕。なんかおかしくなってない。もうこれは確実にいけますね。そう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 。大丈夫今の右で行くやつあんまりいないのに。そうそうそう。止まる。確かに止まる。そう。おお。おお。おお、まあ、多分行きます。多分行きます。多分行きます。なんで多分じゃない可能性もある。大丈夫か。多分 70% ぐらい行くかな。あっ、いや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 、サスケの声出すな。全然できてないですか。サスケの声出すな。落ち方がいい落ち方でしたね。落ち方はいい落ち方でしたね。すごいいい感じに。ヤムチャみたいだ。ヤムチャ。ヤムチャ。誰がヤムチャだ。ヤムチャ。おお、いいんじゃない。おおおおおおお、すごい。これ俺マジでいけるわ。あの特訓を生かしたいな。心強いですね。緊張する。声かけてください。まああの時のまんま。まんまですよね。まんまです。平常心。まんまやることです。楽しみましょう。そうですね。楽しんだ方がいいです。絶対楽しみ。楽しもう。楽しもう。めったにないステージ。そうですね。そんなんできないから。一生に一度だもんな。サスケに出るのが夢ですって言ってて夢が叶って嬉しいです。おお、届いた。頑張ってください。新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。